岡美希候補時平萩原の跡津神社に来ています。ここも拝殿にお犬様がいらっしゃるということです。ここはお賽銭が入れるようですね。特に周りも一応見ときますかね。一の木ですかね。これそんなにお社は大きくはないですけど、小高い山の上にありますので、奥が本殿ですね。下が拝殿。意外とこういう下にもね、お犬様がいらっしゃったりするんで、まあ、時代によって場所が変わるんでしょうけどね。これは社務所ですね。一番下の方にはちょっと見えないですね。拝殿の方にはいないようです。やはり本殿なんですね。ちょっと見てみましょう。